ビーバーのミュージックビリーバー。こんばんは、ウィーバーのミュージックビリーバー。お相手はウィーバーのピアノボーカル杉本裕二がお送りしていきます。今週ですね、2週目ということなんですけれども、先週は、僕一人で、まあ、まずは自己紹介的な感じでお送りしてきたんですけれども、今週から本格的に、この番組がスタートしていきます。この番組はですね、ゲストの方をお迎えして、いろいろこうリスナーの方も僕も刺激を受けていけたらいいなということでお送りしていきたいんですけれども、早速ね、すっごい方が来てくださっております。もうね、初回なんで、前回も言った通り、もっと仲いい人を呼んどいたらいいものを、もういきなりね、大先輩の、先ほどね、ちょっとお話もしたんですけれども、二日酔いらしくて、ちょっとね、どういうテンションで来られるのか、ちょっと不安なところもあるんですけれども、いろいろ、そんな先輩から、音楽のことだったり、普段の日常の中での刺激だったり、いろんな刺激を、受けれたらいいなと思っております。そんな記念すべき最初のゲストはピローズの山中沙和夫さんです。というわけでですね、もう大先輩なんですよ、本当に。そのピローズさんなんですけれども、一度ね、対バンしたことがあって、トリビュートアルバムにね、僕たち参加させていただいて、それの、ツアーに僕たち、呼んでいただきました。本当にドキドキしてるんですけど、でもね、きっといろいろためになる、刺激になる話をたくさんしていただけるんじゃないかなと思っております。というわけで、今日のウィーバーのミュージックビリーバー、最後まで皆さんお付き合いください。それでは初めにウィーバーから一曲聴いてください。ココ場のない焦り、鍵はすでになくした。明日へ続く扉の前、混ざり合うフロア、音は体を伝う。名前も知らない君に見とれている。美しい奇跡とさえ呼ばない。君に触れたら時が止まる。星が舞うように何かに導かれて、抱えた孤独分け合いに来たんだろう。光の向こうへ Cause we don't know。それの人生を生きている気がしてた。本当の自分は誰だろう、誰なの。明日になればまた日常を生きてゆく。乾いた心を携え、そのまま確かな今も忘れてゆく。お送りしたのはウィーバーでココでした。改めましてこんばんは、ウィーバーのミュージックビリーバー、ウィーバーのピアノボーカル杉本裕二がお送りしていきます。というわけでここからは、先ほど紹介したこの方に登場していただきましょう。ザ・ピローズ山中沙和です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、杉本くん呼んでくれてありがとう、はい、いやもう本当にいきなり出ていただいて本当にありがとうございます。第1回ゲストですよね、はい、もうすごく緊張してるんですよ。いいね、1回目って好きだよ今日にこれからどうなっていくかかかってますからね、はい、いろいろと、
僕は今ですね、はい、シラフなんですよ。いや本当ですよ、すみません、あのシラフなんですけど、はいはい、ちょっと前日のお酒が思いのほか残っていて、はい、俺は飲んできてないの。飲んできてない、飲んできてないんだけどなぜか酔っ払っている。あ、先ほどちょっと僕二日酔いの沢尾さんが来るって紹介してしまったんでちょっと訂正しておきますね。そう、二日酔いじゃなくてまだ酔っている。まだ酔っている。ちょっと夕べいろいろちょっとイベントことがあって。なるほど、はい、すいません。なので非常にあの楽しい気分で、いい気分で今、はい、よかったです。お願いします。そんな、山中沢尾さんをお迎えしてるんですけれども、今回ね、まあ、この番組が始まって最初のゲストと今言ったんですけれども、はい、実は沢尾さんの番組にね、はい、僕一度出演させていただいたこともあって、はい、まずその前にもですね、沢尾さんピローズの、25周年のトリビュートアルバムロック&シンパシーの方にも僕たち参加させていただいて、もうね捕まっちゃったね、俺たち見つかっちゃったね、もうなんだっけ、仙台だっけ、仙台でしたね。その時は本当に偶然だったんですよね。そうだよね、ウィーバーじゃなくて、はい、ウィーバーが対バンしたのが俺の後輩で、はい、それを見に行って、あ違うか、仙台、なんだ、仙台ですね。僕たち、うん、レゴビッグモールと対バンをしていて、レゴのイベントで僕出演してたんですけど、なんで俺いたんだろう、分かんないですね僕。あ、じゃあレゴを見に行ったのかな。じゃああ、多分ライブされてたんじゃないですかね、ピローズさん。あ、俺してた。一個も立てないじゃん、俺の記憶。全外れかい。あ、そう。はい。で、たまたまその打ち上げ会場が一緒で、まあ、沢尾さんしかその時はもういなかったんですけど、他のメンバーの方はいなかったんですけど、そこで挨拶させていただいて。ちょっと挨拶しただけで、はい、トリビュートのね、25周年トリビュートをいろんな人がやるとこの時に、はい、いやウィーバー俺のこと好きだなみたいな、もうちょっと挨拶したら覚えててくださったんです、ね、一瞬挨拶しただけで、はい、もうすぐ捕まっちゃうって、まあ、もう俺のパトロールにいやでもめちゃめちゃ嬉しかったんですよ、それが。その時にね、レゴビッグモールも、はい、今でこそレーベルの先輩というか、同じレーベルの仲間なんですけど、このトリビュートアルバムにレゴビッグモールは参加しないのに、うん、ウィーバーだけ入ってるっていう、ちょっと勝った感じっていうのが、いや なんだろうね、レゴをちょっとそのパトロールで見落としちゃった捕まえとくべきだったね。捕まえとくべき、うん、俺を尊敬しろってトリビュートしろっていやでもそういうところから始まって、うん、そっからのツアーにも僕たち参加させていただいて、札幌でね、そうですね、ペニーレインで一緒に、ね、あの時でもちゃんと最後までライブ見れなくて、うん、次の日僕たち違うところでライブがあってっていうのがあったんで、ね、AP かなんか行くんだっけ、アミューズのイベントがあって、大きいやつがあって、そうだね、そうなんですよ。まあ、その時も沢尾さんは、今日はいいから俺アミューズに入りたいからよろしくみたいなことを、すぐちょいちょいしたこと言うから、いやアミューズいいよ、アミューズ行っていいから入れてくれよみたいなでもなんかそういう風に最初からすごくね、うん、本当にお兄さんのように気さくに話していただいていや、ありがとうございます。まだちゃんと沢尾さんが飲んでるところでこう話してないんでというわけで、そんないろんなところでもつながりがあるんですけれども、はい、先ほど紹介した通り、そのピローズの25周年のトリビュートアルバムにも参加ということで、そこで僕たちスケアクローをね、はい、やらせてカバーさせていただいて、素晴らしい、素晴らしかった、ありがとうございます。イントロから素晴らしいピローズさんが参加したどのアーティストにもコメントみたいなものを、はい、配信していて、それを見たんですけど、うん、これだったら売れてたなっていうコメントを残してくださってて、そうなんだよ、もうそうなんだよ、そうだよ、もう超えてくるよ後輩が、もう本家をさありがとうございますいや本当に曲がいいから、やっぱりこうアレンジもいろいろできたなっていうのはすごく感じて、このアルバムって結構ギターバンドが多かったじゃないですか。そうだね、うん、だからそうした中でどういう風に、まあ僕たちもこうビーバーらしさ見せていこうかなっていうのはいろいろ悩んだんですけど、でもなんかそのギターバンドが多かったからこそ逆になんか振り切れて、いや際立ってた、そうなんですよ、ね、ってた、そう言ってもらえて嬉しいんですけど、うん、なんかこの曲ってやっぱどこか儚げだったり美しい部分があったりするので、うん、なんかこの曲が一番僕たちに合うんじゃないかなということで、この曲やらせていただきましたね。本当に、はい、でも本当にそこからいろんな機会があって、こうやって今もお話できているので、はい、本当に感謝してます。ありがとう、ありがとうございます。というわけで今お話しした、曲をここで一曲お送りしたいと思います。では聴いてください、ウィーバーでスケアクロー。向こうまで
僕は旅を続けるつもりだよ。君を連れて誰かが語った現実という名の物語が答えじゃないぜ。したのはピローズの25周年トリビュートアルバムロックエンドシンパシーから、ウィーバーでスキャクローでした。ありがとうございます、はい、ウィーバーのミュージックビリーバー、今日はザ・ピローズの山中沢夫さんをお迎えしてお送りしていきます。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでこの番組はですね、ゲストの方と刺激的なトークをするといったざっくりとしたコンセプトがある内容になってるんですけれども、はい、本当にざっくりともう本当に沢尾さんのこう今まで生きてきて刺激を受けたものをいろいろこう聞かせてもらえたらいいなと思うんですけ ど刺激的というワードで今頭にポンポンポンって浮かんでる話はできないねなぜなら放送されないからだよ。なるほどそれは今度飲んだ時だね飲んだ時にじゃあそのワンランクちょっとしたのそうだね、はい、ちゃんとまともなやつをね沢尾さんにとってはそんな刺激的じゃないけど、まあ、刺激的だけ 刺激は刺激だけど
笑いが起きる刺激的な話と笑いではなくて真面目に本当に刺激を受けたなっていうので、はい、今日は真面目な方でこうかな、はい、なんか自分にとっての、はい、ロックアイドルっていうかさ、はい、永遠のヒーローみたいな人っているじゃない。そうですね。で、まあ、自分にも数人いるんだけど、うん、ずっとね、なんだろうな、距離が縮まない緊張感を持って、はい、こう好きなのって佐野元春さんなんですよ。佐野さんがね、もう例えば、まあ、中学生ぐらいの時にはもちろん、はい、今井清志郎さんの RC サクセーションも聴いてたし、うんうん、C&The Rockets とかも好きだったしとかもいろいろヒーローがいて、はい、で高校出てからコレクターズがもう大好きになって、はい、っていうんだけど、なんかその実家のあの緑の絨毯、そして二段ベッド、あのラジオで聴いてたみたいな風景まで浮かぶのって、はい、初めて行ったライブも佐野元春さんで。あ、そうなんですね。この人実在すんのかなみたいな感じ、わかる。あ、でもそれはありますよね。いや、そうそうそう、実在しないかのような感じで、はい、だからね、佐野さんすごい好きで。なるほど。僕らの世代はやっぱ、はい、ギリギリサムデーを知ってるか知らないかぐらいな世代だったりするんですよね。まあ、リアルタイムでもないですし。そうだね。だって俺が中学校の時の話だからね。まあ、もう今もやってらっしゃいますけど、はい、サムデーとかは俺が中2とかそのぐらいだから、はい、もちろん俺も47だからさ。してるわけない。そうそう、はい、でね、俺佐野元春さんに人生で今まで6回会ったことあんの。あ、結構ある。数覚えてるのが怖いでしょ。そうだって、この6回にね、空港ですれ違ったやつもカウントされてるから。それはこうもピローズとしてやっている時ですか。あ、一応でも、はい、まあ、認識もしてもらっていて、あ、なので、俺は遠くから、はい、あ、佐野元春さんがいると思ったけど、はい、ね、俺みたいなこんなクズ男が話しかけても邪魔ですから、もう俺は遠くから見守ってるよって思ってたら、はい、たまたまその時のセッションの佐野さんのドラムスとうちのドラムスが知り合いで、あ、ピローズがいるってなって、はい、喫煙所でその話になって、あ、山中君どこって来てくれた、はい、で山中君って認識しちゃってんだみたいな、もうたまんねえなみたいな感じ でその時に佐野さんがね、はい、俺全部覚えてんだけど、いつも CD 聴いてるよとか言ってくるんだけど、はい、正確に言うとね、はい、いつも CD 聴いてるよって言ったんだよね。CD じゃないんだよ、 CD ってちゃってるんだよ。で、まあ、俺がさ、杉本君に、まあ、もし空港だったらさ、はい、ああ、そういうこと久しぶりって、はい、また今度対バンしようよって言うじゃね。そうですね。違いますよ、佐野さんは。また今度ジョイントしようね。ジョイントって言うんだみたいな。もうたまんねえなみたいな。もうかっけえし、しかも、もう、なんていうの、違和感ないから、佐野さんが言うから。はいはいはい。だからね、いや、佐野ワールドが。佐野ワールドがね、すごいんだよね。すごいな。で、まあ、はい、その、初めて行ったコンサートも佐野元春さんだったし、はい、なんていうのかな、俺その、自分の中で、こうブームがあってね、ロックを聴くとさ、すごいワイルドだったり、はい、不良っぽかったり下品なところもちょっとあるじゃない。 そうですね、いや、そこも、まあ、好きになったりもするんだけど、はい、どっかフィットしないの。どっかなんかこう好きなんだけど、ちょっと下品とかワイルドすぎると、はい、俺自身が真似するにはフィットしない時に、はい、佐野さんとか、はい、コレクターズとかちょっとこうスマートな都会的なスタイリッシュなものが来ると、なるほど、いや、憧れちゃうんだよね。もう俺、女だったら本当抱かれたよ、本当にもう。異性的に好きだわ、俺本当に。え、杉本君は、はい、一番俺が今言ったぐらいの人って誰なの？はですね、うん、やっぱりその10代だとか、うん、そういう頃に音楽聴いていた音楽がやっぱ一番残るじゃないですか。俺だね、俺だね、そうか、俺か。だからよかったんですけど。違う、ごめんごめん、邪魔してごめん。誰、うん、当時僕たちが学生だったバンプオブチキンがすごく流行っていて。いいね、藤君ね。そうなんですよ。で、実は、うん、僕がピローズを知ったきっかけが、はい、バンプオブチキンなんですよ、実は。そういう人がいっぱいいてね。あ、そうなんですね。そのね、話を聞くたびにね、はい、藤君にもなんか2000円ぐらいお小遣いあげたくなるよね。もうありがとう。もう藤君のおかげで、もうありがとう。そうだそうだ、ハイブリッドレインボーね。そうなんですよ、バンプが参加していて、それを聞いて、この曲めっちゃいいやんってなって、で調べていったらピローズに行き着いて、ね、っていうところからなので。そっか、そうだな、あいつは本当才能もんね。そうですね。で、俺ね、藤君に会った時ってまだね、カセットテープだから、インディーの CD デビュー前、カセットしか作ってない時に、まだ10代だったのかな、彼らが。あってさ、でそれを俺当時キングレコードにいて、はい、そのディレクターから
紹介されて、で聞いて、そのディレクターはなんとかもうなんだか忘れたけど、なんか CM ソングでなんか10万枚売れてるなんかよくわかんないユニットみたいなのやってて、はい、うん、だけど俺はそのバンプ聞いて、うん、絶対こっちやれって、もうこっちの方が絶対いい。でもど下手くそだったの演奏がだけどそこにもうね、アルエとかね、はい、入ってたんですね。そう、ガラスのブルースも入ってた。でその時は正直、はい、ソングライターとして負けてるかもと思ったの俺は。本当にだからバンドとしては圧勝だよ、はい、バンドとしては、ね、演奏力10代だからまだ、はい、だけどソングライターとしては、うん、ボーカリストとしては負けてるかもっていうぐらい本当にすごいなと思って。まあやっぱ声の生まれ持ったものっていうのもありますし、すごかった、うん、ここでなんでバンプ出してたの毎回面白いからで、そうね、相当すごいなと思ったからね。わかる。だからまあ杉本くんが少年時代に憧れたもんで、はい、俺から言うとすごい後輩だよ。そう、ね、だけど後輩だけど同じから刺激を受けたよ本当に。ああすごい、うん、まあ、でもそのバンプがいて僕たちこうピローズに行き着いて今やもピローズさんが大好きなんで、ね、面白いよね。やっぱ、はい、なんかそういう時いつも思うのは音楽ってものが素晴らしいからなんだよね、うん、じゃないと音楽がどんどん繋いでいってくれますし、じゃないとさ、うん、俺も客にまあたまにもう10代の子とかもいるわけよ、はい、でも俺の曲で泣きそうになってるの少年とか見んの。うーん、これ普通にすれ違ったらさ、もうお父さんと息子にさ、はい、俺の言ったことで泣いたらなんか絶対しねえよみたいな感じに、ね、そうだけど音楽があるといいなって思う。もうその垣根を超えていきますからね、はい、いやなんかすごい貴重な話を聞けてよかったです。まさかバンプの話になると思わなかったんですけど、ね、じゃあちょっと、ここで1曲、はい、ピローズの曲を、はい、皆さんにお届けしたいと思います。じゃあ曲紹介お願いします。はい、ですね、4月6日に出たニューアルバムストロール&ロール1曲目を飾るデブリという曲を聴いてください。したのはピローズで通算20万枚のアルバムストロール&ロールからデブリでした。
というわけでウィーバーのピアノボーカル杉本裕二がお送りしてきたウィーバーのミュージックビリーバーでしたけれども、サボさん大丈夫でしたか。いやいや、はい、こっちが俺大丈夫喋りすぎてない全然もういろいろ貴重な話聞けましたし本当はあのピローズのアルバム、新しいアルバムの話を聞きたかったんですけど、なかなかねもうプロモーション投稿したくないんだよねだってほらラジオ曲を買っていただけるからさ、はい、まあそれだけ十分ですけど、ね、もう聞けばわかるでしょってもう、ね、甘いがあるんですリスナーに聞いてわかってねっていういやでもそれが本当に音楽だと思うので、うん、ぜひねこのアルバム僕も聴かせてもらったんですけど、なんかその今の時代にミッドテンポでちゃんとロックできるバンドっていうのがなんか少ない気がしていて、はい、確かに最近ね。そうなんですよ、ね、ピローズ好きって言ってる後輩も誰もピローズっぽくないっていうね謎のみんな好きって言ってくれる後輩が全然ピローズっぽくないじゃん、真似してくれないんだよ、なんで真似しねえんだよって、俺はコレクターズを真似したぞなんてまあやっぱ時代時代でなんか流行りがあるんでしょうけど、でもなんか今の時代のなんか音楽を聴いてる人たちもちゃんと聴いてほしいアルバムだなってことに思ったので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。20枚目のアルバムストールエンドロールを引っ提げてのツアーも決定しております。じゃあこちら佐保さんから紹介していただいてもいいですか。ですね、5月23日徳島クラブグラインドハウス、5月25日大阪ビッグキャット、7月4日松山サロンキティ、7月16日広島クラブクアトロです。はい、というわけでよろしくお願いします。皆さんのお近くの方はよろしくお願いします。そして番組の感想、質問、相談などなども、受け付けております。宛先はこちら weaver@snowbird.jp weaver@snowbird.jp、ぜひ皆さんお待ちしております。そしてウィーバーからもお知らせです。ニューアルバムナイトレインボーをリリースしております、今お送りしているハローグッバイもこのアルバムに収録されておりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。そして4月6日にリリースされましたコンピレーションアルバム恋の歌、インスパイアードバイ映画ちはやふるの中にも僕たちの曲君の友達が収録されております。ぜひチェックしてください。そしてニューアルバムを引っ提げてのツアーも決定しております。イレブンスツアー2016ドロアナイトレインボー、こちらですね、4月16日高松アルファ名吹小ホール、そして4月30日広島 JMS アステールプラザ中ホールにて行われますので、詳しい情報は僕たちのホームページをチェックしてください。というわけで、佐保さんとまたね本当に対バンしたいですし、先ほども飲みに行きたいと誘っていただいたので、ユニゾーの田淵とか誘ってさ、はい、行こうよ、ぜひぜひ、うん、俺ね金だけあんだわおごるよいっぱい飲ませていただきますいろいろまたこれからもぜひよろしくお願いします、お願いします。というわけで今週はもう終わりなんですけれども、来週もピローズの山沢尾さんに出ていただくということで、はい、ありがとうございます。足りなかった分ぜひ話の続きができたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということでウィーバーのミュージックビリーバー、ここまでのお相手はウィーバーのピアノボーカル杉本裕二とザ・ピローズ山中沢尾でした。それではまた来週、バイバイ。